経度法は1714年7月、安城王治世期のイギリス議会によって制定された法律。会場において、船舶自身の位置の経度を正確に測定する方法を開発したものに検証金を与えることを立法化したものである。地上においては、本格的な経度測定法は、木星の衛星色を観測する方法から始まり、 序盤にカッシーニが1668年に木星の4衛星の運行表を作成したことで実用的となった。しかしこの方法は観測時間を長く用意したため、海上ではほとんど実用的ではなく、海上の経度を正確かつ実用的に測定する方法は依然として知られていなかった。大航海時代を迎えて航海が増えるにつれ、船舶が海上での正確な位置、 特に軽度を把握できないために起こる海難事故は深刻な問題になった。スペイン継承戦争でイギリス・フランス両国が戦っていた1707年、フランス南部の港湾都市テューロン攻撃の基とにあったイギリス海軍提督クラウズリー・ショベルの艦隊は、霧のためシリー諸島沖で4隻が座礁し、1000人を超す犠牲者を出した。この事件によって、 公開時の会場での正確な位置の測定、とりわけ経度測定法確率の重要性の認識がイギリス国内に喚起された。イギリス議会はアイザック・ニュートンやエドモンド・ハレーらをメンバーとする経度委員会を設立し、測定法を研究させた。委員会は会場の揺れの中でも秒単位の精度が確保される時計があれば正しい経度が測定できることを明らかにしたが、 当時の時計で会場で正確に時を刻むことができるものはなく実践は不可能であった。なお、正確な時計を用いた測定法は船舶が出航時に母港の時間に時計を合わせ、その時計が正午を指した時の会場の太陽の角度を測定することで経度を割り出すというものである。1714年、議会はイギリスに新度諸島間の公開で、 経度誤差が一度以内の測定方法を発見したものに検証金を与える経度法を制定した。その内容は船の位置の経度を一度以内の誤差で測定すれば1万ポンド、40分以内なら1万5000ポンド、30分以内なら2万ポンドの検証金を与えるというものであった。ジョン・ハリソン委員会が指摘した正確な時計による測定のほか、 月の運行表による測定法などが研究された。当時、高精度な時計の研究、開発を続けていた時計職人のジョン・ハリソンは時計本体のサイズが大きめの懐中時計程度のクロノメーター、h 4を1 7 5 9年に完成させるなど、正確な時計による測定に貢献した。ハリソンが庶民出身で学者ではなかったことから、 委員会が賞金の支払いを渋るなどの圧力があったが、最終的には、常時賛成の決断と議会による調査等もあって、ハリソンに賞金全額が支払われることとなった。緯度を測定することは、地平線からの北極星の角度が緯度とほぼ同じであることが知られていたため、会場においても比較的容易であった。ありがとうございます。